レンジ君は私とキスしたいから死なないもんね。姫野は酔えばキス魔になるんだ。え、ここにいる新人以外みんな姫野にキスされてるよ。逃げられねえからな。確定キスじゃん。俺今日ファーストキスしちゃうんだ。キス？マキマさん、すいません、生一つお願いします。マキマさん、ここにどうぞ。本物のマキマさん初めて見た。デンジ君、誰かとキスするの？しません。デンジ君キスしないの？しまーす。すいません、生もう一つ。それでキスって？姫野さんとキスするとかマキマさんに見られたくない。チーフしないの？でも同じくらい強い気持ちでやっぱりベロキスしたい。今は一旦話をそらすしかねえ。マキマさん、俺さ、銃の悪魔のなんちゃら拾いましたよ。うん、聞いたよ。デンジ君はすごいね。前までこんな早いペースで肉片を持つ悪魔は現れませんでした。この間のデンジを狙った悪魔といい、最近少し悪魔の動きが怪しいですよ。マキマさんはデンジのこと何か知ってるんじゃないですか？私より飲んだら教えてあげる。すいません、生二つ。私もそれやる。生もう一つ。バサシ、唐揚げ、バサシ、唐揚げ。すいません、生もう一つ。でもすごいよ、パワちゃん。殺人衝動を抑えられてる魔人はとっても少ないんだよ。わしは IQ が高いからな。IQ で決まるの？そういうの。 IQ どのくらいあるの？ 100? 100って高いの？私も確か100ぐらいだったけど。じゃあ120じゃ。フシさんは高いんだよね、確か。134でした。わざわざ覚えてるあたり自慢に思ってそう。わしは確か500じゃったか。1000。あ？おや、見られちゃった。マキマさんに見られた。でもなんだこの感触が。舌気持ちいい。柔らかい柔らかい。なんだこれ、舌口の中でとろけてるぞ。舌じゃない、ゲロだ。トラウマだなこりゃ。あらら、すいません、何か吹くものを。まずいぞ、これはまずいぞ。デンジは口に入れた栄養になればもう飲み込む手があるんだ。